チャートティー、イタリスケチャンネルの検索です。ケンタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、あの最近テレビで世界比べてみたら、はい、あ、はい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 、って言ってる番組で、はい、面白い面白い番組、このトラステテレビの地域の、はい、あのエッグスっていう、はい、カルボナーラが美味しいっていうのを聞いたので、はいはいはい、もう気になっちゃって、はい、早速食べてきました。ありがとうございます。今日誘っていただいて楽しみ。気になるでしょ。だっていや気になる気になる。じゃあ早速もう行ってみましょう。はい、行ってみましょうか。はい、じゃあ、チャオ。はい、早速お店の中に入ってきて、はい、今注文しました。テレビでね、番組でやってたカルボナーラのクラシックのカルボナーラと、ビアンカ、はい、あのポテトのスパゲティにグアンチャーレとペコリーノとで64度で調理した卵が入ってるみたいなんで、はい、まあ、実際にちょっと見てみないと分かんないですけど、でもなんかメニュー見てみたら結構こだわって食材は、カルボナーラだけでもね、いっぱい種類ありましたね。ね、面白い面白い。で卵とかお肉が食べない人でも魚介系のね、うん、カルボナーラなんてあったりしてね、はい、うん、なんかカルボナーラのためにもう卵を選んでるっていうか、うん、マジっすか、うん、すごい取ってもらってみたいな感じのこと言ったんで、はいはい、楽しみですね。なんかボッサルチャのメニューは今やってないみたいな。あ、そうだ、言ってましたね、うん、はいはい、まあ、カラスミか、カラスミの入ったやつは、けど、まあ、またやるかもしれないで検討中みたいなこと言ったね。はい、なんか持ってきてくれた、なんだこれ、何入ってるんだ、暗号水産かな、違うか懐かしい、違うか確かに、確かあれあれですよ、有名なシーフが確か考えたやつ、この君のプリット、そう、美味しそう。健太くんが取り分けてくれましたよ。これはなんか ラビオリじゃないや、トルテミーの肉が入ったやつのプリット、こういうのフリットにするんだね。面白いですね、うん、食べたことない。いただきます。はい、お、君、君のすごい、え、あ、いいの、あ、そのまま食べたことない。ちょっと、どうなんだろう、え、割れちゃうよ、え、え、敵には見たいですよ、敵には見たい。じゃあ、言います、はい、お願いします。うわ、あ、すげえ、半熟で、うわ、すごいすごいすごい、うわ、うまそう。あ、どうぞ、食べちゃう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 、これうまいな。君が濃いわ。あ、これさっきの半熟だ。うまっ、これうまいわ。なんか入ってきた時は全然人いなかったけど、一組しか、今もガンガン来てます。満杯に満員か。ここまで何点、ここまで何点中、100点中、100点中か。これ日本の方がね見てると思うので、うん、実際におすすめ、リゲーとかリゲーとか、92点。おお、カルボナーラのね、カルボナーラどれくらいうまいのか、ね、でもいろいろカルボナーラの店知ってるでしょ。まあまあね、カルボナーラ発祥のお店とか ね、カンポディ料理のカルボナーラとか、あ、ここにも美味しいお店いっぱいありますよ、ね、あ、そのうちそういうのも紹介できたり、そうっすよね、だから VIP の方とかね連れててますからね。そうだね、あとみんなそれぞれ自分の好きなカルボナーラを見てるからあるの、まあね、ありますね、好みはありますね。あるある、絶対ある。あ、お腹空いた、絶対カルボナーラ来ないかな。いや、前菜美味しかったもんね、サクッといけない。なんかちょっとお酒飲みながらつまんでてもいい感じのカルビ味でしたっていうか、すげえ人来ますね、めちゃくちゃ来る、結構なんだよ、お金持ちっぽい人。全然知らなかった。いや、全然知らない、うん、内装もおしゃれだし、うん、なんかジャズとか流れていい感じの雰囲気でした。デートにはいいっすね、うん、デートじゃなくてもいいよ、デートデートじゃないよ、これ勘違いしてる人いるでしょ。デートじゃないよ、そうっす多分周りの人はこれ全部デートだと思ってるんだけど、こんな自撮りじゃないです、まあまあ、気にしないです。わお、これすごいっすね、マジの、わお、すげえ、こういうのがかわいい、あのガラスの器に入ってますよ。メッザマニケっていうこういう短いショートパスタで、ね、ちょっと線が入ってるんですね。メッザマニケは半袖っていう意味です。ケンタ君が頼んだビアンコは、ジャガイモでできたパスタ、うん、
たんだよね。そうですそうですそうです。でそれでカルボナーラ。カルボナーラ上に卵。そうこれは64度低温調理した卵。はいはいはい、はい、とまあグアンチャーレ、はい、アローマでねラツヨシで有名な特産品の一つで、はいはい、でまあペゴリノチーズ、ペゴリノもラツヨシで有名なペゴリノ POP ね、一斉に手表示されたやつだと思うんですけど、はいはい、まあ、楽しみですね、はい、ちょっとこの揺れてるところを撮ってください。踊ってますよ、踊ってます。プルプルじゃん、食べよう食べよう、はい、おいしい、食べちゃったけど食べてきます。はいはいはい、カリカリのグアンチャーレ、あ、こっちうまいっすか、うん、カリカリいってる、うん、で、塩辛すぎる、めちゃ濃厚なクリームで、これパスタもパスタマンチーニって言って結構高級パスタなんですよ、うん、500グラム 3.5 とかそれくらいするんです。だから、まあ、500円とか、ね、それ自由ですか、ね、400円とか500円くらい、うん、あ、なんか伝統的なローマ料理のカルボナーレのところはやっぱり塩辛くて、はい、ね、まあ、美味しいとこもあるけど辛くなるんですね。ああ、なんか優しい味。はいはい、はい、うん、僕ちょっといただきます。じゃがいものパスタにペコリのチーズのクリーム、マンチャーレと60低温調理した卵。やばい。やばい。これ。え？どんな感じ？ポテトでしょだって。え、これうまっ、クリームとこのペコリのチーズのクリームはめっちゃ濃厚で、うん、でこのカリカリのグアンチャーレがすげえいい感じで食感出してくれて、で噛めば噛むほどグアンチャーレの旨味が出てきて、でこのペコリのチーズのクリームの甘みが超マッチでしょ。これやばいっす、皆さんこれおすすめです。ここ来たら絶対ビアンカ食べるべき。こんなにやっぱ何これやっぱ卵見て、やばい、ちょっと卵絡めて食べてみますね。これだけでやばいじゃん。うわいただきます、がっつりいっちゃいます。濃厚だよ、やばそうだなこれ、いいの、うまい、はい、出るかどうのこれはやばいっす、検索さん。あ、そう、まあ僕いろいろカルボナーラローマで食べてきましたけど、かなりどっか、いや俺はでもまあナンバーワンに入れたいんだけど、ナンバーワンに入れたい、味的にはだけど、やっぱカルボナーラって言ったら伝統的な、はいはいはい、やっぱパスタっていう感じがあるから、この料理としてのトップ3とかだったらかなりイタリアの中でパスタ食べた中でもレベル高い。これはもう絶対おすすめ、めちゃくちゃうまい。食べてみるか、はい、クラシックなカルボナーラ僕結構食べてきてますからね、うまいうまい、うまいわ、やっぱ卵が違うんだ、すごい濃厚、卵の味がすごいはっきりする、うまい、これ、なんだろう、え、これやばくないですか、なんか欲しい、ここ大正解だわ、ここすごいわ、なんて言うんだろう、なんか調子いいな、ね、めちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいですよ、絶対次回どっか美味しいとこ紹介してよって言われたら、これ絶対紹介すると思う、ここは連れて行きたい、うん、で食べ比べもできるから、はいはい、で1人クラシック頼んで、もう1人はピアンカ頼ん でもう1人は何だろう、ロースターとか、なんかいろんな種類のね、そう食べ比べできるから楽しめるし、これすごいな、なんかエンターテインメント性もある、カルボナーラ2の人は絶対来るべきです。びっくりした、多分こっちの方が好きだよ、僕もこっちは分かんない、美味しいんだけど、個人的に好きな店があって、多分こっちの方がもうちょっと塩気が効いてる、多分パスタ に入ってる塩が少ない、ああ、うん、クリームとかも最高の美味しいけど、そこだけ気になる、まあカルボナーラね、分かれますからね、いろんなね、個人差出ますよ、本当に出る、でもクリームは本当に美味しいかもしれない、
あとこれの良さは分かりました。途中で味変できるんです。最初は卵の黄身を崩さずに周り食べて、で後で卵の黄身崩して濃厚にしてまた味が変えられるっていう、だから2パターン楽しめる。これすごい、ほんとすごい天才、考えた人。パスタの麺使わずにさ、やるやつはさ、はいはい、ズッキーニとかあるじゃん。はいはいはい、ここは、いや、わかんないね。ちょっと今度試してみたいですね、これね。あ、これいいんじゃない。ちょっとびっくりした、あれはまず今日誘っていただいて、見た目より多い、うん、いつも大体、まあ、最近は 150g ぐらいかな、うん、このぐらい食べる人に満足、完食、あっという間、おいしい、結構満足、かなり満足ですよ。これどっちも好き、うん、僕もこっちの方が好き。これはマストハブだと思います。絶対イタリア来たらここ食べとくべき、まあ、クラシックなやつをまず最初に食べて、そうだね、それ食べてるけど、そうで、ちょっと2日目とかね、ちょっと味変えたいなっていう時はここ来ていただいて、こういうカルボナーラもありますよ、まあ、せっかくね、あの卵専門店ということなの。そうですね。ティラミスはマストハブですね。美味しいと思うよ。ティラミス食べてコーヒー飲んで帰りましょうか。はい、ね、最近ティラミス作ったんでちょっと、いや美味しかったですよ、めっちゃ甘かった。でも甘かったでしょ、ちょっと、いや甘かったんですけど通常はあの1日とか置くじゃないですか。あ、そうそうそう、で、そうで次の日僕全部食べましたからあれあれ結構ありましたよ、4人分とかでしたっけ、5人分とかでしたっけ、4人分とか、カロリーあんな、めっちゃカロリーあるって、マジやばいもう顔がパンパンだもん。よし、じゃあどうぞ。はい、はい、来ましたね。なんと、はい、このティラミス、ズムさんのね、ズム、はい、ローマでも有名だ、はい、今ノリに乗ってますよ、そうそう、はい、そことの、まあ、系列ですよ。あ、同じ系列で見てます、はい、でこの間はね、ティラミス、キャサキサ作ったし、うん、ローマでね、もう一個のね、有名なティラミス店、ポンピさんのティラミスを食べてるんでね、ちょっと比較していただこうかなと、はい、お願いします、はい、あ、ちょっと固めな、うん、あのポンピのやつよりも、ポンピのなんかクリームって結構ソフトな感じで、ふわっとしてる感じなんだけど、はい、こっちの方がもうちょっとクリームがしっかりしてて美味しいな、これ、うん、卵の味とかどうですか、卵専門ですか、うん、卵なんで卵なんで感じますこれ、はい、あ、なんか日本のやつちょっと近い、こっちの方がティラミス、はいはいはい、あ、美味しい、甘さ控えめ、甘さも結構控えめ、うん、チョコレートか、たまにエスプレッソがまずいレストランとか多いじゃん、はい、ちょっとなんか冷めるんですね、せっかく料理美味しいのにエスプレッソ飲んでみたみたいな、まあ、最後ですからね、締めでね、あ、そう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 、せっかく美味しいご飯食べて最後の締めでエスプレッソ飲んでいまいちだなみたいなのね、ちょっとよくエスプレッソは飲む場所変えたりね、あ、そうそうそう、いやでも満足です、美味しいな、うん、ここは絶対来るべき、おすすめ、だってズムのさズムのティラミスここで食べれるのは一石二鳥、だって行かなくていいんだもん、そうだ、ティラミス好きの方も、ね、まあ、ポンピさんのは行かなきゃいけないけど、ここだったらカルボナーラ、美味しいカルボナーラ食べれて、ズムの美味しいティラミスも食べれる、一石二鳥、ここ絶対来るべきです、やばいマジで、ちょっとびっくりした、Sono rimasta molto contenta di questa esperienza, ottimo antipasto, mi ha deluso la carbonara. Perché? Sì, ho mangiato meglio, perché era troppo slegato, la pasta non era bene, ottimo il guanciale, ma ho mangiato il carbonara migliore, devo dire, buona, buona la pasta, ma il guanciale non erano le carri come si deve tradire. Il zabaglione fa buonissimo, ottimo il antipasto, veramente una bella, ottima qualità, buonissima tecnica, buona la materia prima. E è un posto da consigliare, che vieni qui con gli amici, ti diverti, mangi, provi le cose diverse, però di carbonare possiamo chiedere anche il tuo parere. Io non sono uno chef però vabbè, è importante insomma la voce vera insomma, sì. No, no, tutto molto buono e anch'io ho mangiato le carbonare migliori, però buono. Okay. Grazie mille. Sì, grazie. Grazie.先輩、ありがとうございます。ごちそうさまです。たまにはいいんですよ、たまには。かっこいいな。美味しかったです。美味しかった。いや、本当美味しかったです。ありがとうございます。
あと好みによるね、その気象加減とか。だから結果僕たちの多分アドバイスというか、させていただけるのであれば、クラシックなカルボナーラは他のところで、ね、でちょっと変えたいなっていう場合はここに来ていただいて、いろいろ楽しい、カルボナーラビアンカだったり他のカルボナーラ食べ比べして、でズムさんのティラミス最後に食べれば一石二鳥。ちょっとここの辺の地域がトラステレっていう地域で、ね、飲みに行ったりとかレストランがいっぱいあるんで、散歩して、まあ、ここに来てるの、そういうこともできるし、いやめっちゃ便利ですね、いいと思います。じゃあ今回もご一緒ありがとうございました。カルボナーラとティラミスが美味しいお店の企画いかがだったでしょうか。皆さんのご意見ご感想、もしくはローマに来たことがある方、ここが美味しかったここが好きだったよなんて店があれば、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、はい、それではまた会いましょう。チャオ。